どうもマルベルです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあということでございまして、2023年11月30日木曜日、星ドラ公式ツイッターの方に情報上がってまいりました。ドラゴンクエストモンスターズスーパーライトコラボ開催決定。ついにと言えばいいのでしょうか。私はもう勝手に兄弟分と思っているスーパーライトのエンディングツアーとしてティーザー映像を届いているようでございます。早速皆さんと一緒に見ていきましょう。いやー、サービス完結ということでね、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライトの大冒険を伝えたくて、ナイトさん、新たな世界に飛び出したいろんな世界の仲間たちと。そうなんですよね、ドラクエスマホフェスも開催ということで、アナゴさんと合同オフ会も開催予定です。最後の冒険へ。来年2024年1月に入ってからスマホフェスはじめ合同オフ会、そして今回のスーパーライトコラボと、今からワクワクドキドキが止まらないという状況かもしれませんが、ちょっとまだ先の話なんでね、2024年1月の8日から1月の21日までが開催期間となっているようでございます。そしてここに気になる情報がございました。最初にこの映像を見た時、2つアイコンがあって、左側が星ドラの方のコラボキャンペーン的なアイコンで、右側がスーパーライトの内容なのかなと思いきや、特設サイトの方にもあの魔王がブルリアスに登場、力を捨て討伐しようということで表記がありました。スーパーライトのユーザーさんはすでにお分かりだとは思うんですが、このアイコンのボス、スーパーライトではすでに実装済みということは、おそらくこやつが登場するんでしょう。さあ、知っている方も知らない方も、一体どんなボスなのか、こちらの映像を見ていただきましょう。1年ほど前にスーパーライトの方で公開された映像のようでございますが、おやおやおや、この子はもうすでに星ドラの方にも実装されているオムトロレスになりますね。この子が果てることなき欲望、真の強さ、ここが我の求めた答え。まさか我はこの時を待っていた。我は力を求め、あまたの者たちと一つになってきた。数々の試練を乗り越えた汝を取り込んだ時、この盛大な前振りは、我は超魔王として完成する。ズガーン、やってまいりました、この子のようでございます。汝に抗う術はない。静止した時の中で我が力の糧となれ。オムドベースに進化を遂げて、お？時計の音がカチカチと。まあ、オムドがベースですからね。さらになんだこれ。これはまさか。フワーン。その先もあるってこと？英語不変の暗鳴。真の無に落ちるがいい。超魔王オメガレックス。剣山。ってか？なんだかすごいですね。こんな感じでスーパーライトの方では実装されていたようですが、要は星ドラでももう馴染みのあるオムドロレスが形態変化してオムドレクスになると。このオムドレクスの実装自体はほぼ確定だとは思うんですが、その先のオメガレクス、ここまで実装されるかどうかに関してはちょっとわからないというところですね。とはいえ、ただこの子が来るよという話だけでは面白くございません。どんなボスになってくるかという考察もうちではバッチリやっていきましょう。まずは的扉の力というのが実装されていたようです。星ドラでいうところの開幕呪文ダメージ&守備アップというところでしょうか。さらには無常の衣、これはおそらく物理ダメージ軽減なんではないでしょうか。となると呪文武器要求、遡る時は休み系もしくは恐怖、衰弱とか状態上系を解除となってますが、この場合は逆に付与してくるパターンなのかなと。そして偶数ラウンドリバース、これは星ドラのオムドロレスでもあった通常攻撃対象ずれる系とか、あとは素早さダウン系でしょうか。さあ、ダメージ系スキルが来ました。タイムストーム、無属性呪文、休み付与とかなんですかね。しかも呪文無効封じに複数回攻撃と、呪文耐性頑張らないといけない系ボスになるかもしれません。こちらもダメージ系スキル、先行ライダー、ギラゲー呪文ですね、同じく複数回攻撃。星ドラではひょっとすると属性特技ダメージもワンチャン考えられます。ここからがどうやらこのボスの特徴となってくるところかもしれません。エレメントエラー、スーパーライトの方では属性歪曲状態という特殊な状態上で実装されていたようです。星ドラではどのように実装されるか。さらに覚醒リバース、こちらも含め時を司るようなボスなので、反転というのが一つキーワードになってくるかもしれません。さらには物理ダメージ軽減ならぬ物理ダメージ無効の可能性も。レイジの儀式も呪文系ダメージスキル、さらには呪文耐性弾も予想されます。ここまでの内容全てを聞くと、もうもはや大魔王級レベルという感じになってしまいますが、もう一つ極めつけがございます。無の世界、デバフ解除と CT 一気ダメ、 HP 回復とかもある
るんでしょうか。そしてこれだけでも終わらない、さらなる形態変化ないしは大魔王級の実装とかなのか、一体どうなる。オメガレックス、基本的な性能は引き継がれると思いますが、ここでは形態変化できたことを想定したとすると、これ以降のスキルに違いが出てきます。歪みの根源、先ほども出てきた特殊状態異常が付け直しなのか割り込み系なのか、こちらも一体どうなるんでしょう。この後最終的なまとめの部分で詳しく見ていきたいと思います。こちらのダメージスキルはクロノストーン、先ほどあったタイムストーブのおそらく強化版、違いとしては封印付与もあるよっていう感じですね。最後は英語の暗鳴、おそらくゲージ割り時のスキルとかになってくるんでしょうか。呪文系スキルではなくドルマ系特技ダメージ、減額付与の大ダメージが予想され、回復阻害付与もあるかもしれません。ということでここまでやってまいりました。まとめでございます。実装がほぼ確定であろうと思われているオムドレックス、スーパーライトに実装された内容から推測した性能予想一覧になっております。しかし途中でも言っていたんですが、結構これね全部モリモリで実装されるとかなりなんかバカ強いとんでもないボスになってしまうので、ここに書かれている内容が全部ではないにせよ一部適用してくるのかなと。最後のスライドでは妥当なラインというところと必要体制や仮にの形ではありますが落とし込んだものを用意しておりますので、こちらのスライドとともに活用していただければと思います。先ほどもちょっと言っていた歪曲状態についてはここで少し推測しておこうかなという感じですが、オムドレックス自体の体制の変化、もしくはこれありえるかどうかわかんないんですけど、装備している武器の属性を変えてしまうような、まあ、何かしらの反転要素のある状態異常とか、ポイントはやはり反転というキーワードで、歪曲状態みたいな特殊な状態異常自体が実装されないということも全然あると思うんですが、ほぼほぼ間違いないのはこの反転ギミックの星ドラ版みたいなものが来るというところは言えるのではないでしょうか。あとは何度も繰り返しになりますが、オメガレックスがね、どうなんすかね、来るのかな来ないのかな、個人的には来てほしいですけどね、なんかかっこいいしどちらにせよこのオメガレックス側であったギミックに関しても総じて予想といいますか考察は考慮しておいた方がいいのかなという感じでございます。詳細に関しては書いてあるテキストをしっかりご確認ください。ラストでございます。上に書いてることはまさに言っていた注目ポイントでございますが、状態異常に関してはまとめると、素早さダウン、呪文無効封印、衰弱恐怖、休み幻惑、封印呪文耐性ダウン、回復阻害、 CT 減少、そして特殊状態異常と、こんだけ取り揃えられてます。 CT 減少に関してはね特に話してなかったんですが、この反転というところに関してはかなり CT をもうそもそもねフルになってたの何もなくしちゃうよみたいなこともやってくるぐらいなね、泣きにしもあらずさらには必要耐性に関しては呪文ダメージギラドルマが見えております。それも踏まえ武器自体は呪文系になるんでしょうか、剣内しは杖とかね、物理軽減は無効があり得る、呪文耐性やギラドルマ自体積むのと割合ダメージも考えられるんで、物理軽減とかでケアするとかってことも検討しなければいけないかもしれません。ただ基本的にはギガ伝説級とかっていう部分に関してここまで必要なものを全部取り揃えるとかってことは多分ないんですけど、魔王級なども見据えた状態でまとめるとこのような形になりました。以上、皆さんの考察や予想などぜひともコメントしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。オーツベリー。